岡ヤドカリを7月7日に飼い始め、現在12月18日を迎えています。じゃあ、本来は寒さに弱い岡ヤドカリなので、15度以上、一番動きが良くなるのは24度ぐらいだと思うのですが、今岡ヤドカリハウスはこの安価で温められています。こちらが大きい方の岡ヤドカリ、こちらが小さい方の岡ヤドカリです。現在室温は22度ぐらい、常に20度以上は確保したいところなんですが、真夜中になるともうちょっと下がっているかもしれません。大きい方も3匹、小さい岡ヤドカリも本当は3匹いるのですが、1匹はちょっと見当たりません。まだ砂に潜っているのかもしれません。ごめんね、寒いのに戸を開けて。小さい岡ヤドカリさんも少し動き始めました。なんだか元気がなさそうですが、暖かくなるまで頑張ってほしいです。全体的にはこんな感じです。プチプチで周りをくるんで、衣装ケースの蓋は閉めます。そして真ん中に電気安価を入れ、おぼろ月という多肉植物、意外と岡ヤドカリさんは食べてくれます。11月は2匹ともかなり潜っていた日にちが多かったので、餌などの心配はなかったのですが、ちょっと動きが出てきたので、塩鮭の焼いたほぐし身と亀の餌、そしてキャベツ、それから水浴びの水、新しい食料を入れ替えました。蓋を閉めると湿度が高いので餌がかびやすかったりしますが、豆に取り替えてあげようかなと思います。